よし、で進めよ、時を進めよ、まず、うちの店舗も探したいんだけどな。いや、じゃあよし、来た、来たぞ、スーパーバーガー。そうなんだ、地味すぎてもダメなんだ。地味な色合い、カロリー、そこ、ここで別に星が多ければ別に、確かに、絶対いいと思ったのに。はい、じゃあママ完璧でしょ。なんで次難しい、これなるほどね。じゃあちょっと色鮮やかなものを足せば、違う、いいよ、見た目は絶対いいよ。なんで、いや、これ決まってんじゃない、出るの。おーおすごいすごい、行こう、1ヶ月また次の終わりまで。どうするの、このメニューでいけるから。売上の個数みたいで、うん、あ、お、先月売上、うん、わかります。あ、他の、このバーガー、やばい、これは怖いな、いくよ、ボロ負けじゃねえか、ちょっと、はあ、いや、すげえ音楽が悪い。でも、これ多分最初は絶対にこうなるんだよ。まだこれはね、まだまだですよ。まあね、どこもそうだ。飛ばさないと、でもさ、もう店舗作れないから欲しい、協定が上がるかどうかしないと。うん、お世話します。なんだこれ、ネバーなんでそんなの言えんだよ言ってない。どんなファンが見てんだよってやっぱ考えた方がいいですよ星名を。いや、うなずいただけ、うんって、びっくりするな、こうやって増えてくるってね。売上一覧見て、うん、売上ダメなものは切ってチェンジ。おっ、モールトスバーガー、スチームバーガーめっちゃ売れてるよ。やった、ほら、ほんとだ、エリアンバーガー、結局シンプルバーガーがすごい。とんかつすげえな。ダメだ、これエリアンとゴージャスバーガー、破棄しよう、もう破棄しよう、ね、しょうがない、何も売れない、とんかつが1位だ。で、破棄して、何、見た目がいいやつ作ったら、そうだね、色鮮やかな、うん、次に持って、私がもう色合い考えよう、色合いを、やっぱりテントなんて始まんないから、ちょっと見て、バンズのみにする、バンズのみ、バンズのみにしたらいや、ちょっとね、でもね、BLT、 うん、行ってみよう、 B、ベーコン、レタス、卵じゃないよ、トマトだよ、BLT は、タマコ、タマコだよ、タマコ、トマトだから、タマコでも私トマト嫌いだから、これがいい。でもこれミートがなかったら始まんないよ、ミートはベーコン、ああ、うん、いや、これいい、これソースは今あるよ。え、ソースいらないの？入れる今。いいじゃん、これ。あ、美味しそう。色もね、色も、色もほら。調味料。これお家で作る。これは順番は。え、でも良さそう、このままで。え、変えなくていいと思う。いいんだ。え、だってベーコン多分そのまま味ついてるし。いいんだって、いいんだ。卵にケチャップついたら絶対美味しいって普通に考えたら。確かに。ほら。ほら。いつも俺にだけうるせえんだ。商品開発ってこうなんだな。やっぱみんなね、うん、そう、いろんな方、大人たちが話し合って、うん、ああでもないこうでもないって言ってこうやって決めてるんだろうね、うん、見た目とかも、うん、そう、レタス、まさかエブリリトルシング、よし、 BLT バーグです。レニアン
バーが破棄されるからさ、うん、作んないと。チキンにしようかな。じゃささみ、ささみフライ、ささみバーガー、色味がなんてらかんてらかってあったよね。あ、じゃあトマト入れる。うん、いいと思う。こうだ、こう、うん、あ、そうだ、これ、はい、オッケー。これはみんな買うでしょ。おー、はい、おー、みんな買うよこれ。50円。よし、はいはい、さあこれを登録して。よし、やばい、これこれ超美味しそうなのに分かってないね。デロデロだね。はい、入れて入れ、はいはい、これで変わるよ。これで売れるんじゃないか。だいぶ良さそうだよ、メニュー見てると。これで1ヶ月送るよ、もう。よし、ラブリーバー、見た目の印象は？いいんじゃないの？いいんじゃないの？ほら、出たー！ほら、もういいじゃん！いいんじゃないの？売れるよ。なんで？ELTの方見せてるよ。ほら、レッド、グリーン、イエロー、カロリー、低めでね。これは、行くんじゃないか？行くぞ！デデデデデデデ、あー！わー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 、映画館、映画館、あ、映画館の前に立って、うん、でも星1だから出せない、涙を飲んで。あ、そっか、映画館の前に出したらだいぶいいんじゃないって話だよね。変わるんじゃないか。いや、もうダメ、もう涙を飲んで、うちの店舗の前のことだね。飛ばそう、飛ばそう。じゃあ、これか。いやー、前下手だった。倍以上じゃないですか。やばー、200万も下がってるよ、売上。お、あ、でも、ゼロ個はなくなった。待って、ラブリーバーガー。あ、待って、すごい。ラブリーバーガーいいじゃん。ELT バーガー。ELT もいいじゃん。おい、ちょっと待って、ヨキュンバーガーでもほら、ヨキュンバーガーもう出てからちょっと経ってるから飽きてきたかな。ヨキュンバーガー、どんどんできていく新しいハンバーガーが。ハテナは早く全部開けたいな。うん、それ多分ね、今日は終わんないやつ絶対ないよね。でもやっぱその中に人を取り込む食材がいっぱいあるのかもしれないよ。だから最初は竹の子、本当に竹の子、最初はやっぱそのゆっくり作るしかないんだ、これは、うん、でもやっぱ色はそうだね、黄色、赤、緑って綺麗に使われてたらなんか評価が良かったね、さっきね。でも結局は星3つだから、そうそうそう、売れてないんだよ。なんとも言えないよね。でもハンバーガーって言ったら肉とかなんかそういう系入れなきゃとらわれてたけど、入れなくてもいいってことでしょ、うん、そうなるね。あのね、食材ゲームだから。いや、これに命かけてる人いるんですよ。どうやったら売り上げ上がるかって。まあ、すごい。まず1997年からずっとこれやってる人いるんですよ。いねえよ、ハンバーガーどんだけ売れるかって。いますね。シミュレーションしてるんですよ、みんな。あなたやってますな、19年経営しようとね。19年ってもう某ハンバーガー店に勝とうと頑張って経営しようとする人がいるんですよ。それ本当のハンバーガー店出しなさい。あなたさ、ほら、とりあえずビールでってやつ、はいはい、とりあえずこれでって、とりあえずバーガー、とりあえずバーガーでってことか。そう、とりあえず、とりあえず、うん、とりあえずバーガー、うん、バーガーバーガーいや、タイトルですいや、ガンプガンバーバーバーいや、でもネーミングでみんな選びかもしれない。うん、まあ、いい、安くしたんじゃない？いいの？どうしよう、あ、もうやっちゃった。よし、開発費、どんどんお金なくなっちゃう、やばいよ。
セットメニューでみんなのやつを自分のセットどうぞ。100円ですか。まあなんかほら、いっぱい開いてるじゃん、開いてる、うん、やっぱメニュー開いてたら良くないんだよ。こんな店行かないよそりゃ、うん、こんな店ってんじゃないの、こんな店だよ、開いてたら行かないよ。はい、いいんだ、500円、安っ、560円にしとくわ。これ、うん、安いよ。何でた、これでも原価出てた、原価、あ、おすすめが、あ、原価は出てないけど、おすすめは、え、じゃあ安すぎるな、810円っていうのがおすすめってこと、結構高いんだね、うん、じゃあおすすめにするよ。あ、でも右、違うよ、560円、そ、それ今、今、今付けてる、値段決めたら560円、じゃあ760円、うん、OK、うんうん、はい、これで登録、はい、登録で、3度は、エリアンだ、はい、はい、お、チキンナゲットがいいから、あー、いいね、おもちゃは、あ、おもちゃ、おもちゃは、いる、おもちゃはな、ラブリーバーガーにしたからこれにする、ラブリーバーガー、はい、50円、うん、ラブラス、あ、ラブラブセット、楽した、楽したでしょ、セット入れるの、うん、やっぱね、ちょっと変えていこうかなと思って、はい、メニュー登録、はい、はい、よし、これでよ、これ、これでダメだったらもうやめよう、これダメだったらもうダメ、もう日本撤退、何、日本撤退、日本撤退、メニューも埋めたし、頼む、もう埋めてくれ、来い、うん、いいよ、とりあえず、うん、バーガバーあら、ちょっとやっぱ 色が足りなかったんで、適当に入れたから、しかも1個抜いたしね、お嬢さん、おー、僕も頼むね、そこ3と2かバッド、どう、ラブラブセット、ちょっと待ってね、ラブラブセット、なんでラブリーバーガーあんな売れてんのに、単品の方がいいんじゃない、何が売ってんの、230円、トーンカーツ、トーンカーツはもうずっと売れてるね、やっぱり、あとスチームバーガーも、うん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 、すごいセットだとシンプルセットが一番売れてる、シンプルセットで、アイスクリーム全然売れないね、はい、ヒット作出しなさいよ、シーズンだからじゃない、アイスクリームは、何かしらでこの爆発力があるかもしれないから、そうでしょ、え、声入れしないと、お、お、社員旅行だって、社員一人じゃないの、確かに、おお、これなんか学んでくるんじゃない、これ仕入れ、仕入れとか、なんだろう、え、なに、何なんだ、なんか持ってきてくれるのかな、え、ウキ、ウキ、うん、え、何の話、何の話聞かされたんだ、一体シンガポール行こうよ、楽しだよ、みんなで、ちょっと待って、もう一回このメニューで踏ん張らせてもらっていい、うん、次、何回したら引っかかるかもしれないから、よし、来い、まあ、でも開けてるよ、ここはね、ここはいいね、ここは、あー、もう、やばい、どんどんなくなっていく、うん、もう、やばい、焦るな、焦るな、あれということで、皆さん、メニューを募集しますいやさ、すごい隠しコマンドみたいなメニューあるんじゃないの、あるけど、まあ我々はそれ知らなくていいけど、皆さんが勝手に調べて、勝手に書いて、うん、私たちが選べば、はい、
我々の店が繁盛しますんで、本当にそれがヒットした暁にはどこかしらのバーガーチェーン店とコラボもあり得るなんてね。あるわけねえだろ。ないなって思ってた。あるわけねえだろ。自分なら作るしかない。はい、ということでね、バーガーバーガー、はい、ちょっとやり方わかんないもんね。ちょっと、まあ、ちょっとまあ気長にやりましょう、ね、気長にやりましょうね。はい、そんな感じでございます。ということで、いろんなゲームやっていきますのでね、いろんな動画見ていただけると光栄でございます。本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。コーラ飲みたくなっちゃった。いや、シェイク飲みたくなった、うん、私もチキンナゲット食べたくなってきた。撤収。